ハリウリサは日本のお笑い芸人、モノマネタレント。ホリプロコム所属。東京都大田区出身。本名、ハリウリサ。父は日本人、母はフィリピン人のハーフ。かつては歌手を目指し、高校生の時にボイストレーニングも受けていたが、ボイストレーニングの先生に、歌手は顔も大事なんだと言われ、この時に自分は違うと思い、 また歌う時にその歌手の真似をする癖があったことから、先生にその癖をやめろと言われた上で、モノマネ芸人になりたいのなら、それでもいいけどと言われ、モノマネをやめたくない思いがあったことから、モノマネ芸人の道へ行こうと決める。東京アナウンス学院芸能バラエティカに入学、同校で行われたオーディションで、ホリプロコムの関係者から声がかかり、所属が決まる。2014年デビュー。 分厚い唇が特徴で、ダウンタウン浜田雅俊のモノマネをするときにもこれが活かされている。同じ事務所に所属するモノマネ芸人同士のユニット、ホリプロコムモノマネ軍団でも活動。特技はギター。趣味はカラオケ、野球。女芸人女子野球チーム、ミラクルキッシーズでも活動。背番号は50。セクマイ芸人バラエティレインボー TV に出演して、 その浜田と共演、初対面を果たす。浜田からずっとやってくれるんならと言われて、公認を与えられた。ありがとうございます。